お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、皆さん、マジでね、すいません。分かってた方もいると思うんですけど、僕、なんか新カード出たじゃないですか。ドラゴン。はい、スケルトンドラゴンですね。こいつ、僕弱いなって、前の動画で結構言ったんですよ。マジで、本当に使えないねっていうぐらい、結構弱いって言ったんですけど、なんとですね、こいつ強いらしいです。はい、なんか、めちゃくちゃっていうのかな、分かんないですけど、めちゃくちゃ使われてはいるんですよね。そう、強いっていうか分かんないですけど、使用率的には超高い。というわけで、まあ多分強いんでしょう。というところで、そこはね、ちょっとすいませんでした。はい、弱いと思わせてしまったのについては、ちょっと悩まないといけないかなと思います。まあ僕あるあるなんでね、しょうがないかなと思うんですけど、とりあえずね、今日はこのラバルの、まあ3画後とか、まあベビドラとかの枠がスケルトンドラゴンになってる、このね、デッキでやっていこうかなと思います。なんか、僕新カードが出るたびに、いつもね、こいつ弱え、使えねえって言うんですけど、一週間ぐらい経って、あ、ごめんなさい、強かったっていうのが、ちょっとね、ルーティンになりつつあるみたいです。はい。たまらず、本当に、わざとというか、狙ってるとかも1ミリもなくて、本当にその時は弱いと思ったんですよ、僕は。弱いと思ったんですけど、なんか、後々強いというか、なんか使用率がね、上がってきてる的なね、感じ。まあなんか、慣れてきてる、のもあると思うんですけどね、使い方とか。はい、という感じで、相手は、なんだこれ。ホバリングと、小屋あー、クローンですかね。クローンだったらもう泣きちゃいくらいきついですね。泣きちゃいたいが、あー？うわ、すげえっすね、なんか。ですが、バルーンが一発で、スケバレーとホバでしたね。あー、ファイボー。そうで、このドラゴン何が強いのって感じなんですけど、まあなんかやっぱマジアチャとかと結構一緒な感じかなと。思っています。4コスで、ファイボードとかでやられちゃうんですけど、HP は高くないものの、その瞬間火力と言いますか、やっぱ活躍する的な感じですかね。処理しないと、なんか、活躍して、ちょっとだるいみたいな感じでも、HP がね、そんなやっぱ高くないので、こういうのがね、ちょっと、活躍、本当に強いっていう、僕はね、なかなか信じがたい部分もあるんですけど、まあ、強いみたいなんでね。で、これは、なんか逆サイいきますね。もう小屋の動作相手してると、絶対勝てないんですよね。この、なんだろう、このユニットだと。メガゴ出しても殺されるし、動作ラバー出しても、ラバーが瞬読されるし、っていうので、ここを無視して、いきます。で、ホバリング来たら、ファイボで、コウモリ来たらザップ。お、あ、やべ、エイムが悪い。で、こうすることによって、ゴブガのダメージ受けるんですけど、こっちがね、1個折れちゃうというわけで、これで一時交換ですね。一時交換しちゃえば、でかいかな、わかんないけど。守れそうだったから守ってもよかったですけどね、もうちょっと。とりあえず墓石置いてきます。とりあえず墓石置いて、相手の小屋というか、もうこっち僕は攻めたいですね。ふーし。さあ、このレベル14のヤリゴブリンとかを僕はごくまれに生み出しますけど、相手にすることっていうのがあんまないので、ちょっとね、やりにくいですね、非常に。で、ファイブを使ったので、うわ、やべ、ファイブを使ったらもうスケドラパーティーよ。スケドラ。これ、つけたら勝ち。そう、だから逆にラバの後ろとかに、こう、スケドラつけて、ファイブ足してからの、まあ、ユニット追加みたいな、まあ、感じではありますよね。スペルを使って処理しないと、早めに、後々うざくなってくるって感じですよね。よいしょ。という感じで、なんかね、いろんなデッキが入ってますね、本当に。三重子とかも最近すごい増えてて、三子にも入ってるし、なんか、ジャイプリプリの、なんだろう、何の枠だ。なんかもう普通の、なんかもうメガゴ、エレキか。エレキの枠とかがもう、なんかそれになってたり、なんかすごいんですよね。もう、いろんな枠が、対空ユニット全部こいつになってるみたいな感じ。いや、しかも優秀で、ファイブ打った、バルーン飛ばして、ホバか、コウモリか。ホバ来た。コウモリもたまたま降ってこねえかなと祈りつつ降ってくる。祈りは届きますね。さあ、これは勝ちましたね。というわけですよ。なんかすごいんですよ。今まで、ジェイプリプリのエレキメガコのデッキとかも、絶対なんか変わってもマスケットになるとか、なんかもうね、変わりようがないカードのユニットの場所が変わってるんですよね。そう。メガゴの代わり、サンガゴの代わり、ビビドラの代わり、まあなんかそんな感じで、なんかいろんなデッキ、どんなデッキでも、あとハンターとか、マジアチとか、なんかそうやって4コスとか3コスとかの、まあとりあえず対空の枠が、
なんか全部ね、ほぼ全部ですね、最近スケルトンドラゴンになっておりやす。なんかはい、というわけで強いっぽいですね、マジで。ね、このこういう枯渇に対してもね、ちょっと優秀なんですよね。ちょっと優秀。さあ、吹き矢を押さえつつ、ここでプリンちゃんも処理してくれると神ですが、まあそのうまくいきませんね。やべ。あぶね。まあもうこれはね、プリン処理できて、まあいいかな。で、うわ、これ一回も無視しますね。ちょっと守れないですね。アウプリか何枯渇かわかんないですけど、最近プリンスも時代が来てるんで、アウプリですかね。吹き矢プリン。吹き矢プリンアイスピー。アウプリ説ありますね。またプリンス系のデッキの動画も出したいんですけど、このドラゴンのね、動画も出さないとというか出したくて、いろいろちょっと忙しいですね。さあ、これはね、ザップ打ちたかったんですけど、打てなかったですね。で、相手のいいロケットが決まり、やばい。これでも、ギャングだったらよかった。これ、バルキリーだけだったらもう、このドラゴン全然活躍しない。あはいや、でも火力高いですね。2回攻撃して400なんで、まあ、200、200なんで、結構ダメージが出ますね。そう、瞬間火力的なのがね。範囲攻撃なのに、2体いることによって、火力が出るという部分で活躍してきます。しかも、相手が枯渇だと、枯渇ってロケットじゃないですか。ロケットなんで、もうラバの後ろに、バルーンつけたら、もうロケットで防衛されるんですけど、ラバの後ろにドラゴンつけると、相手からしたら防衛しにくいっていうね。そこにロケット打ったら、逆にバルーン通るし、みたいな感じ。ですね。さあ、やっていきます。残り1分。こっからですね。で、左サイド絶対守れませんので、右側を、どうせ見ようかな。なんか、バルーンつけるっていうよりかは、ドラゴンですよね。このラバー、ラバスケドラ?ラバドラで、形組んで、これに、そう、これにロケット打たしたら、いや、でも、抑えられるのかな。いや、大丈夫ですね。さすがにですね。さすがに。これ止まったらもう、俺もってもう泣くしかない、これ。ザッパーン。待って。やばい。ワンチャン止まりそう。ちょっと待って。やばい。え?やばくね?ちょっと待って。はい、あ、でもファイバル俺。忘れてた。危ねー。よし。さすがにこれは来た。で、相手はロケット打たないといけない。ロケット打った瞬間の、僕が大型出す読みの一気の攻めを防ぐ。よし。で、ここで確実に行くと相手はもうどうにもできないですね。来たっすね、これは。で、インフルエンターはどこに出してくるかなんですけど、ダックプリを走らすゲーミングですね。このダックプリでインフルエンターのタゲを取りつつ、メガガなんか出すさ出しましょうか。あー、でも相手も、これザップって、アーファイブって、さあ、いい流れですよ。ワンチャンこれバルーン出さない方がいいですね。バルーン出すだけロケットなんですけど、これ4コスのドラゴンに相手はロケットを打たざるを得ないんですよね。そう。これが強いですね。こうなんかマジアチャが相手がロケットだった時にめちゃくちゃ生きると同様に、この相手がロケットだった場合、ラバルって結構攻めの通るのはね、なかなかきついイメージがあるんですけど、このスケドラがね、スケドラつけるだけ得みたいな。相手ロケット作ったらニアドですし、使わないと止まんないですし、なんかね、強いですね。こいつ本当に。ごめんなさい、弱いって言って。僕は弱いと思ったんですよね。弱いって思ったんですけど、強いみたいですね、マジで。さあ、もうなんだろうね。メタカードって言われたらすごいむずいですが、これバルーン飛ぶっすよね。エリポンに行かないっけ?あ、行きますよね。さあ。気持ちザップって。で、エリポンとライドラーなんで、ゴレとかなんですかね。ゴレだったら、これ勝てんのかな?ゴレは結構きつい感じがすごいしますが、一回待ちますか?ゴレでしたね。で、まあ、一回ガイもしましょう。で、エリポンゴレなのでって言ってなんもないんですけど、そうですね。墓石で、ゴロを溶かしたいですね。しっかり。さあ、で、公園をスケドラでバチコーンって焼いていきたいですね。さあ、公園何か来る?これ5打って、OK。で、スケドラで処理。あはー、OK、いい。これ、スケドラの火力がね、意外とあるっぽいので、さあ、しかも、自然にカウンター。しかも、セパレートするっていうね、優秀。まあ、セパレートしたところで、単体だったらね、普通に無視できちゃうんで、ダックプリをつけつつ嫌がらせをするんですが、相手の防衛が綺麗と。
そこはまあライドラをサイドので、ラバーってライドラ鬼きついじゃないですか。なのでここ行きたいですね。ここでこのダメージを無視して、本当はまあ金キロしてもいいんですが、こっちの攻めのターンが多分あんまりないと思うので、これしっかり攻めてね、一本取ってきてですね。相手は骨のやつがねいるんでね、そのドラゴンをファイボーで速攻処理しつつ、真ん中に来てくれるとエリポンも巻き込めるんで嬉しいんですが、多分そこまでね美味しいところには出てこないと思うんですよね。まあそうですね、5ファイブってでライドラまでもう1枚、あ、これでライドラが回りましたね。だがですよ、だがしかしですよ、あ、頼む、やべ、いて、いや、ライドラもう一発耐える、もう一発ブチコン、落とせ、俺がザップってよかったんで今ミスった。しかもやべ、ダックピリのダメージ鬼入ってる。ですがなんか僕気づいたことがあるんですけど、相手はスペルがないですね。なんかああいう系のこれ1体はもう逃します。ファイボーとかそういう系のスペルがない説がすごいありますよね。でも墓石を MS するのが大事で、サタやばいかなこれ、待って、やばい、サタやばい、オーケー、竹変えて、オーケー、スケドラパーティー、いや、これはね、来たんじゃね。これは多分勝つ、俺のスケドラの方が優秀で、ゴレ用にダックプリ残して、オッケー、いや、来たっすね、これは。ちょっとやっぱ強い。スケドラを、こう、ね、使うと分かりますよね。強い。強いっぽいです。なので、皆さんもね、なんかいろんな4コス枠とかあるじゃないですか、対空枠。ぜひね、このスケドラ、今だったら自分のタワーレベルと同じレベルまでね、なってくれるので、ぜひね、いろいろ試して使ってみてください。というわけで、終わります。もうすぐチャンネル登録12万人なんでね、チャンネル登録してない方、ぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。